ただいま。こんにちは。今、仕事から帰ってきました。今日は、2月の17日、今お昼の、ちょうど1時です。土曜日か。しばらくね、動画を撮ってなかったんですけども、久しぶりに、今日は、普段の日常風景をですね、ちょっとまとめ撮りをしていきたいと思います。で、とりあえずこの今買ってきたものを紹介しましょうか。まずはこれは僕の飲み水です。店から入れてきた浄水器の水で、これ食後のおやつに、札幌ポテト、ローソンで買ってました。そして100均で買ってきたのはこのロープ、このカッター、で、この木工用のドリル、で、このビットですね、買ってきました。あとこれ車に積んでスピーカーの充電、OK。とりあえず普段、大したことはしてませんけども、自然体で、普段通りの、ことをしていきたいと思います。まずね、換気、今室温がね 70%、 湿度気温が13度、ちょっとねジメッとしてますので家の窓を全部開きます。で、今日は3日に1回の水槽の水替えの日なんで、このヒーターを切ります。雨が止んで、土曜日、今日は晴れましたね、綺麗に。全部開けろか。だいぶ汚れてますね。で、掃除をする前にこのね、餌をね、もうこれ残り少ないんですけど、これこういうのもう全部入れて食べらします。じゃあこの細かいやつを入れておいて、最近ちょっとね BS が映らなくなって、あの親戚の電気工事にちょっと修理をお願いしてたんですけども、映るかな、映りました。よし、 OK。 BS しか映らないんで
のね、アンテナを見たら、あ、撮ってるな。BS のあの白いあのボックスのやつがね、まあ、留め具のとこがあの錆びて、下にコローンってなってたんですよ。で、それが雨に当たってショートしたみたいで、映らなくなってましたけども、もう直でね、アンテナから回線を引いてもらって、直りました。よし、ちょっと直そうか。そして、まず家に帰ったら必ず確認することが、水が出るかチェック。よし、それでは水変えます。